度のいい人を選んでる試験だっていうふうに考えると、東大の試験でいいんだろうな。英語話せますとかいう頭の悪いやつ来ないでください。違う試験でそんなの本当にできるの？いや、実験した。試験官がやる気がなかった。Hello there. 始まりました。森哲也です。今回はですね、TOEIC 満点99回。ああ、99回ですね、神崎先生、そして大学でも実際教えてるということですね、はい、その4技能のですね、試験導入してどうなったんだっていうのをちょっと聞いていきたいと思いますので、はい、神崎先生 YouTube 大好き、ね、YouTube 毎日 3,4 時間見てから、教育系 YouTuber もね、たくさん、うん、呼び乗りさんとか大好き、呼び乗りさん、あと細井先生とか大好きです。だけどメジケット見て、灘から理三に行った子の勉強の仕方とか受験戦略とか話してるのとかあって思ったのは、東大の受験は頭のいい人を選んでるんだなって。俺たちさ、英語講師だから、なんか英語の試験って言うと使えるかどうかっていう、英語の運用能力っていうので考えたら、入試の試験なんか全然ダメで、4技能試験じゃなきゃダメっていう風な見方でしょ。だから多分英語の先生はそういう風に見ると思うんだけど、でも頭のいい人を選んでる試験だっていう風に考えると、東大の試験でいいんじゃないかなと。なるほど、なるほど。数学っていうネタを使ってこの人頭いいか悪いかって判断して、社会で頭いいか悪いか、理科で頭いいか悪いかどうか、英語もそのラインの中の一教科だからさ、それ4技能ですか、英語話せますとかいう頭の悪いやつ来ないでくださいって、そうですね、だからまあ4技能大学の先生は嫌がんじゃないのかなっていうのを、細井さんのビデオを見て気がついた。ね、東大も和文英訳復活させたりとかね。どうなんですか、大学で教えてる身としては。外国語学部だったら4技能で入ってくるのでいいと思うんだけど、でもそれって歌うまいから音大行きますとか、スポーツ得意だから体育大学行きます、うん、英語得意だから外国語大学行きますっていう区切りだったら4技能っていいんだけど、4技能試験高い点取ってもそれって頭いいか悪いかじゃないからね、うん、4技能試験はやっぱ入試にはそぐわないなと思って。うおー、なるほど。でも潰されちゃったんじゃないやっぱ TOEIC の本いっぱい書いてて、うん、自分的にはやっぱ TOEIC が採用されたらよかった。いや、あ、まあ、あのお金が儲かるっていうのではいい、それもちろんいいんだけど、TOEIC ほらだって高校生向けじゃないじゃん。そうですね。その通りだと思う。高校生向けっていうんだったらやっぱ英検2級。これはね、はい、面白い実験やったんだけど、ほら英検って CSE スコアってあるじゃん。はい、ありますね。CSE スコアって9が違っても CSE スコアだから別の9の受けても比べられるって言って、はいはい、そうですね、表をここにじゃあポンと出しておきます。そう、はい、でもさ、違う試験でそんなの本当にできんのって疑問に思うじゃん、うんうん、だからできないと思いますよね、普通はね、当然。だから実験したの、学生に3000円あげるから両方受けてください、受験料を出しますみたいなので、はいはいはい、休んじゃったやつとかもいて、63人受かってでも二次試験すっぽかしたやつがいて、結局、まあまあ、4,50 人しかデータ集まんなかったんだけど、はい、準2級と2級、うん、そうしたらね、リスニングは結構相関があったんだけど、ほうほうほう、ライティングが全然ダメ、ライティングの相関はない、弱い相関もないみたいな順にで高い点取ったのに2級のライティングで低いのを取る人もいれば、うん、またはその逆の人もいるっていうので、だ全然関係性がなくて、4技能全部足すと相関係数が 0.6 だから中程度の相関だから相関がすごく多かった場合の数字が1なんですか。そう、一番高いのが1で、ね、0.7 以上だと、うん、強い相関、ライティングが全然ダメで、だって 0.1 いくつのレベルだった、これはちょっとあれだなっていうのがあって、うん、ちょっとそれ話戻すと、はい、それをやった時に試験監督やったの、はいはいはい、英検2級のね、はい、英検2級の試験監督やって、英検2級の問題受験生と一緒に見たのって初めてだったんだけど、はいはい、
すごいいい英検2級の問題すごいいいよ。ちょうどいいレベルで高校3年生が受けるのにちゃんといいレベルで難しすぎず優しすぎず。なるほど。TOEIC ってさ、はい、だって中学1年生でも解けるような、はい、なんか They, Them, Their, Theirs の中から1個選ぶとかさ、そういうのもあるじゃん、うん、だそういうのはないの。級で分けてるからここの範囲っていうのがそうですね、す明確にあるわけです、ね、そう。全部さ英検2級にすりゃいいの。あれだって神田外語使える。それをまだ決まってないんだけど、はい、世の中の流れ的に、はい、ほら8個か7個とか横並びにして、はい、この点だとこの点っていうのは、うん、公平性とか公正性が保てないからっていうのでさなくなったじゃん、はい、それを神田外語大学も使い続けていいんですかっていう議論があって、はいはいはい、やめた方がいいんじゃないですかって、うん、じゃあその代わりに英検一本で行きましょうって俺は言ってんだけど、それは正式には決まってないけど、そっちの方にシフトしたいなと。なるほど。大学の先生そんな話が聞けるなんて、うちのチャンネルも偉くなった。外国語大学だからさ。まあ外国語学部。だから本当は入試で英語の試験やってんだけど、リスニングとリーディングだけでマークシートだし、スピーキングライティングないし、ちゃんと測れてないんじゃないかなって。っていうのが、うん、まあ一部しか測れてないんじゃないかなっていうのがあって、だから外国語大学だったら4技能やった方がいいからさ、うん、4技能でどれかっていうなら英検2級。なるほど。だからいろんな級使っちゃうとさ、CS イスコアだなんだで合ってんですか、うん、どうなんですかって相関ないんじゃないですかっていうふうになっちゃうから、もう英検2級だけにして、CS イスコアって2600点なの、英検2級だとね、はい、満点が。だから例えばそれかける10分の1とかにして、うん、プラス国語とか社会とか。なるほど。ほうほう。まあ、10分の1でもいいし、例えば100点にしたいんだったら26分の1にすればさ、満点が100点になるじゃん、うん、そういう風に使うのがいいんじゃないかな。級またぎはしないってことですか、準1級も使えるようにとか。うん、まあ、そこはちょっと疑問になっちゃう。絶対そうだと思うそう、難しいとこは大部分の一番多いのは2級なんだけど、はい、もちろん12級とかさ、まれに1級とかもいなくはないから、はい、そういう人たちをどうするのかなっていうのはあれなんだけど、ね、まあだからレベルにもよるよね。上智とかだったら多分12級とかでいいと思うんだけど、まあ上智はキープやってるから。キープ入れるとかトフル入れる、ジーテック入れるとか。今は入ってるの。そう。ああ今は入ってる。 B1 レベルだと5点加点、はいはい、B2 レベルだと満点、みなし満点みたいので、はいはいはい、だからそれ全部いいようになってるんだけどさ、それちょっとやめましょうよ。なるほど。公平性やっぱり、うん、実際ね大学で導入してるところでね、どうなってるのかっていうのみんな知りたがってる。どれでもいいですよとか言うと、うん、こっちは高い、こっちは安い、こっちはどこでも受けられる、うん、こっちは受験地限られるとかなっちゃうし、うん、収集つかなくなっちゃうから、うん、英検もあるじゃないですか、1日で受けられるやつ、 CBTE、 そして2日かけて受けなきゃいけないやつって、あ3つある。そこはねまだ議論してないんだけど、いや俺は個人的にはコンピューター嫌いだから個人的に嫌いだから従来型のにしよう、安いしって思ってたら値段が変わるんだよな。コンピューターの方が安くなっちゃうから。あれなんで、コンピューターの方が全然人件費かかんないですもん。人のやつは面接官使わなきゃいけないけど、 その日その場所にいなきゃいけないから、やっぱ安いっていうのも大事で、うん、コンピューターの方がどこでも受けられるっていうのもでかいんです。あ、会場も多いんだ。面接のやつって受けられない地域がいっぱいあるんで、もう例えば田舎に受験者1人に対して面接官1人とかもう不可能。あれ宮古島とかでもやんだよ。すごい頑張ったわけですよ。英検の人とかすごい頑張って頑張ったのに、でみんなキャンセル。そう、どうすんの、はい、それ文科省払うのかな、損害賠償。英検皆さん受けましょうって、これ見てる高校生英検受けてください。今日ね収録してる日が英検の日ですか。今日、あ、今日英検なんだ。今日今みんな受けてる日です。頑張ってくださいって流れた時にはもう終わってもう終わってますから、ね、いろんなのやめて英検2級って決めちゃえば分かりやすいじゃん、うん、そうしたらじゃあ CSE スコアでさ判定できるからいいんすよ。それがおすすめってことですね、うん、あれ、あのコンピューター試験について新たな見地というか気がついたことを言わせて、はい、コンピューターで話すのさ苦手、得意、面接の方が得意です自分だよ、ね、人がいる方が圧倒的に得意です。喋りやすいよねって思って、受験生はみんなそう思ってますっていうのが欲しくて、はい、
TOEIC42 の、はい、と IELTS42 の、うん、を学生に受けてもらって、はい、83人、はいはい、あの終わった後にアンケートでどうでしたかっていうのプラス、はいはい、終わった後一人一人1分ぐらいの 面談でどうでしたかっていうのを聞いてデータ集めたんだけど、うん、面接のがいいっていう人の方が多いんだけど、6割以上はそうだったんだけど、うん、どちらでも変わんないっていうのと、うん、コンピューターの方がいいっていう人もいてそうなんだと思って、で理由聞いたらなんか人と話すと緊張するかもしれないからっていうのが新しい発見だった。あ、コンピューターの方が話しやすいんだ。もうちょっとレベル合わせた試験にしないと、多分ケンブリッジ英検で FCE とかでやった方が、うん、あ、まあ TOEIC だったらね、TOEIC のやつだと音読とかって簡単じゃないですか。確かに確かに。だからそっちの方がプラスになんか、うん、IELTS 難しかったけど、あとはちょっと予想外だったコメントが、うん、試験官がやる気がなかったしてあ、そうか、そういうこともあんだと思って。コンピューターだとさ、コンピューターだとそういうことないじゃん。でもやっぱ生身の人間だからやる気もあるだろうし、相性とかもあるから、はい、あ、そういうのもあるんだなって。疲れとかもあるし、うん、まあ、あとアイエルズだとね、ブリティッシュで聞きづらいとか思っちゃったりとか、あ、思っちゃう人も結構いるんで。ブリティッシュがほとんど多いですね。会場行ったらさ、元同僚のイギリス人の先生、うん、はい、ジョンみたいな感じで、はい、なんかちょっとそこで話したら、初めに来た時ね、リスト見たら、ああ、マサヤの名前があったから変えたんだみたいな。ああ、なるほど、そう、知り合いダメですね。知り合いがいたらダメなんだって、そういうチェックをちゃんとやってる。なんで、コンピューター今までの嫌いっていうイメージだったから、電話のさ、留守電とかも、ピーという発信音が鳴ったら話してくださいって言ったら、絶対どうも、ああ、そういう感じですけど、また書きます。のをさ、英語絶対苦手で嫌だなと思ってたんだけど、聞いてみると、あ、そういうのもあったか。英検も出ます。やっぱ僕がその終わった後に、やっぱ授業で聞くわけです。英検どうだったかって生徒たちに聞くと、超怖いおばさんでとか、あ、もう超高圧的で、もう絶対ダメだとか。いるよね、やっぱ。ネイティブが喋ってて何も聞こえなかったですとか、 あとやっぱり疲れちゃう面接官もいっぱいいるから長いんで、ね、初めの方はいいんだけど、だん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 テンションやる気なくなっちゃうのは絶対出ちゃうんで。そうだよな、相手がやる気なさそうだとね、喋りたくなくなっちゃうもんね。はい、ここからですね、神崎先生においでいただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。